こんにちは、マルタスタディ池松です。皆さんお久しぶりです。私自身がカメラの前でお話しするのは多分1ヶ月以上ぶりなんじゃないかなと思います。前回の語学学校紹介の、動画に関しては、もっと前に撮ってるものなので、こうやって、カメラの前で喋るのは久しぶりなんで、若干どんな感じだったのか忘れてしまって今緊張しています。今回の動画は私自身、それからマルタだったりとかに関する、最近変わったことですねに関してお話しさせていただければと思います。私自身に関しては皆さんあんまり関係ないとは思うんですけど、マルタに関する新しいアップデートですねに関しては、皆さんが、マルタに今後留学する上で、必要な情報にはなってくると思うので、皆さんできれば最後までこの動画ご覧ください。早速ですね、もう皆さんも見えてると思うんですけど、今もちょっと若干見切れてると思うんですけど、1月から飼い始めた犬が大きくなりまして、今6ヶ月半7ヶ月になりました。もう3ヶ月の時とはだいぶ違ってどんどん大きくなっております。ママ関係のみんな興味ないか。でつい先週くらいにも初めてグルーミングをしまして、今はちょっとまたボサボサにはなってきてるけど、ちょっとすっきりしたねねみたいな感じです。私が、なぜこの1ヶ月間、動画を作ることができなかったかと言いますと、最近ですね、ちょっと家族の方で緊急事態がございまして、私が日本に本当に1週間とか1週間も入れなかったんですけど、日本に帰国していたりとか、その影響でちょっとバタバタしていたりとかっていうのがございました。たまたま桜を拝む機会ができまして、それはあんまりいい意味での一時帰国じゃない中で、ちょっと一つプラスだったかとかなと思います。その他にもですね、今までの動画で家の中をリフォームというか、自分たちで綺麗にして人が住める状態にしているみたいな動画を作ってたと思うんですけど、今新しいプロジェクトっていうんですかね、荷物置き場になってた部屋を、これから人が住めるというか、ベッドとか置いて、一つの寝室にしようじゃないかということで、それがやっと動き始めまして、その動画に関してはまた別の機会にお見せいたするんですけども、それがあって一日中忙しかったりとかで、なかなか、そうですね、他のことに手がつけられないというかっていう感じでした。それからこれ忘れてたんですけども、最近これが届きました。何だと思いますか？これじゃ分かんないよね。これは結婚式の招待状です。マルタだと、国がちっちゃいからっていうのもあるんですけど、結婚する新郎新婦の両親が招待する人一人一人に手渡しするそうです。だからだいたいマルタの結婚式って通常100から300人くらい来るらしいんですけど、それ一人一人手渡しで行くらしいです。びっくりですよね。でそれでポストで送ったりしないのって言ったら、招待してした時にお金払ってもらうから、それは失礼になるから手渡しなんだって。日本だと大きいから、で東京に住んでる人、招待してる人が東京に住んでるわけじゃないから、普通にポストに送るじゃないですか。だからそこがちょっと違うなって思ってました。こんな感じで日本だと招待状、出席しますかどうしますかみたいなのを返送しなきゃいけないじゃないですか。それを基本なくって、もう来るって決まってるから、もうこの紙だけ、これをこの日にやるよっていう情報だけで、私実際これクリスが呼ばれてるけど、私はさ招待してもらえるのか不安だったんだけど、宛先にちゃんとクリスチャンなんでユキって書いてあるよ。ねえねえ、聞いてる？あ、クリスチャンのユキ。 Yes. So I was invited as well. Good. さて、私の近況報告は皆さんもそこまで興味がないと思うので、ここら辺にしておいて、マルタに関する新しいアップデートを皆さんにお伝えさせていただきます。一つ目はですね、以前の動画でも、マルタ周辺の道が工事をしていると、工事が始まると、でそれが4月まで続くよっていうふうにお伝えしていたと思うんですけども、
今もまだ続いています。今は4月29日なんですけど、どう考えても5月始まるまで終わるような状況じゃないので、多分5月末にも終わる気配がないんじゃないかっていう状況なので、これからも空港周辺、空港に行くとき、空港から出るときの渋滞とかは、まだあるっていうことを、皆さんちょっと頭に入れといていただければと思います。それから2つ目、これすっごく重要です。マルタの、ゴミ出しに関しての新しいルールなんですけども、今までは、分別が4種類ありました。瓶、生ゴミ、リサイクル、それからそれ以外のものっていうのがありました。でそれぞれ日本と同じように、あの分別の種類によって出さなきゃいけない日があるんですけども、今まで本当はやっちゃいけないことなんですけども、生ゴミのゴミ出しの日を忘れちゃった日とかに、次の日にそれ以外のもののゴミの中に生ゴミを入れて捨てる人が多かったんですね。それが4月から新しいルールが始まりまして、そのそれ以外のものに生ゴミが入ってることが見つかった場合、そのゴミ出しをした家に住んでいる人たちがペナルティをもらうルールができました。これ聞いて、おそらく皆さんはどうやってそのゴミ出しのゴミの中から誰のどこのアパートの誰が出したかとかって判別できるのっていうふうに思うと思うんですけども、本気で見つけ出すらしいです。それか監視カメラかな、わかんないですけど、本気で見つけ出すらしいです。で実際にもう結構厳重に取り締まってるらしくて、私自身も今まで結構それ以外のゴミの中に生ゴミを捨てたりとか、やっちゃいけないことなんですけどやってたりとかしたんですけど、さすがにそんなくだらないことで罰金はもらいたくないので、それ以降は本当に生ゴミとそれ以外のものはしっかりちゃんと間違っても忘れて入れちゃわないようにしっかりしてます。で留学生の方とかですね、特にたまに学校のアパートメントに訪問しに行ったりとかすると、そもそものこの4種類の分別ができてないところとか結構あるんですよ。そもそも生ゴミのゴミ箱が設置されてなくって、それ以外のものの中にバナナを買わせてるとかっていうのをたまに見かけることがあるんです。なんですけどそれもアウトなので、皆さん本当にこの4種類の分別っていうのはしっかりしてもらって、留学中くだらないことで罰金をもらったりしないようにしてください。それから3つ目、これはマルタのルールというよりもマルタに長期で留学される方のみ関係してくる話なんですけれども、今まで学生ビザ申請する際は申請料が70ユーロだったかと思います。それが値上がりしまして、申請料が100ユーロになりました。これ本当に不定期で値段が上がってくるので、まあ、次いつ上がるかとかっていうのは全くわからないんですけれども、これからマルタにいらっしゃる方、それから今マルタにいる方で、それこそ今これから学生ビザを申請しようとしていた方に関しては、料金がちょっと100ユーロになって上がったよっていうことを覚えていただければと思います。とまあマルタに関する新しいアップデートは以上になります。それからマルタスタディに関する新しいアップデートなんですけれども、今までお客様との連絡方法は基本的にメールとさせていただいておりましたが、これからは LINE でもチャットで見積もり請求だったりとか質問に答えたりとか、そういったサービスを開始することにいたしました。やっぱり皆さんの中でチャットの方が聞きやすいとか気軽に聞きやすいっていう部分があるかと思いますので、今までそういったサービス一度やってたんですけど、それから一回中止して、今までずっとメールっていう期間が長かったんですけど、再度この LINE でのお問い合わせサービスを再開させていただきましたので、この動画を見てだったらちょっと話聞いてみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ LINE で気軽にお問い合わせいただければと思います。ということで今回の動画以上になります。この動画参考になった、それから面白かったという方はぜひ動画にいいねとチャンネル登録をお願いいたします。しゃっくりしてるねぜひ、次回の動画も楽しみにしてください。それでは失礼いたします。バイバーイ。